皆さんこんにちは、まいです。今回のトークテーマは同じスピードの場合の行動順の検証です。接戦の場合、行動順は非常に重要で勝敗に直結します。プロジェクトゼノではキャラクターのレベルが上がってもスピードは変化しません。またスピード上昇系のパッシブスキルがついていない3体を選んだので、違うのは配置場所だけです。スキルを選択すると上の行動順が反応するので、上から1、2、3の行動順のようです。では配置を変更して検証してみます。スキルを選択すると上の行動順が反応します。これにより右から1、2、3という順番でした。では次の配置です。前線の方が行動が早くなるようです。では最後にこの配置で検証してみたいと思います。一番下の列でも最前線の方が2番目に早く行動できるようです。以上の結果から最前線が行動が早く、次に一番上の列が優先されるようです。この法則により同じガーディアンでも相手と行動の速さに差が出ているのかもしれません。また同じクラスの相手が配置してある場合、上の列から倒した方が戦闘を有利に進められます。この知識によって皆さんの勝率が少しでも上がると嬉しいです。概要欄で初心者さんの質問も受け付けていて、またギルドも設立していきたいと思っていますので、概要欄のディスコードメンバー募集からご連絡ください。それでは今回は以上です。感想ご意見などありましたらコメ欄か Twitter の DM にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、他の動画をもう一本見てもらえると嬉しいです。また、次の動画でお会いしましょう。